おやけや .com。 介護アドバイザーの横井浩二です。おやけや .com 公式チャンネル、日本一わかりやすい介護講座、始まりました。今回のテーマですが、こちら、要支援2と要介護1の違いって、要介護度の定義と目安をまとめて紹介です。介護保険のサービスを利用しようと思うと、要介護認定というものを受けないといけない。その要介護認定の結果、要介護度、頭、体、心がどの程度弱っているかというものも数字が出てきて、その数字、ランクにふさわしいサービスとふさわしい料金で安く使うことができる。そうした制度設計になっています。しかしこの要介護度、なかなか分かりづらいんですね。要支援2です、要介護1です言われても、どこに差があるのかいまいち分からない。今回の動画を最後まで見ていただけると、その要介護度の段階ごとに何が違うのか、詳しい定義や目安を分かっていただくことが可能となっています。ぜひ最後までご覧ください。そして最後まで見てよかったと思ったら、ぜひ高評価ボタンの方もお願いします。このおやけや .com 公式チャンネルでは、他にも役に立つ介護動画どんどん出しています。ぜひチャンネル登録の方も合わせてお願いします。それでは早速講座をスタートしていきましょう。どうぞ。要介護度ってそもそもどういうものでしょうか。これは要介護認定の結果、どの程度の介護が必要かという程度を表すものなんですね。頭、体、心の弱りぐらいをレベル分けしたもの、そういうことができます。この要介護度は大きく3種類に分けることができます。状態が軽いものから状態が重いものまであります。一番軽い状態が非該当（括弧自立）、これは介護保険の介護サービスが利用できません。次が要支援の1から2、介護保険の介護サービスが利用できるようになります。そして要介護1から5、介護保険の介護サービス、もちろん利用できます。要介護度によって必要なサービスを必要なだけ格安に利用できる、そういった制度設計になっているわけです。では非該当（括弧自立）の定義、どうなっているでしょうか。歩行や起き上がりなどの日常生活上の基本動作を自分で行うことが可能。そして薬の内服、電話の利用などの集団的日常生活動作を行う能力もある。こういった状態を指し示すんですね。歩いたり立ったりという普通の行動ができる。その上で薬を飲んだりとか、ちょっとややこしいこともできると。基本的動作と手段的動作って言い方をするんですけど、その両方ができる状態。要は高齢ではあるけども元気で自立している状態であると。介護保険のサービスまだいらないですよねっていう状況であるということです。ではそこから状態が悪くなって、要支援1になった場合です。要支援1の定義。日常生活上の基本的動作についてはほぼ自分で行うことが可能。しかし日常生活動作の解除とか、現在の状態の悪化防止によって要介護状態になることを予防する。手段的日常生活動作について何らかの支援を要する。難しい言葉で書いてると分かりづらいですね。要はこれから要介護にならないためにちょっとだけ支援が必要な状況です。もう少し分かりやすいものを見てみましょう。要支援1の状態の目安。居室の掃除や身の回りの世話の一部に何らかの介助を必要とする。立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作に何らかの支えを必要とすることがある。ない場合もあるんです。自分でできる時もある。排泄や食事はほとんど自分一人でできる。問題がない状態ですね。ここだけ見たら多くの高齢者が該当しそうな感じしませんか？あれ、うちのお父さんも結構これ引っかかるぞと。だって正直なところ、私もですね、靴下を脱いだり履いたりするときに片足で立つじゃないですか。その時にやっぱりこう壁にもたれかかりたいなとか、ちょっと机に手をつきたいなんてことあるわけですよ。これだけでも何らかの支えを必要とすることがある状態じゃないですか。それだけ考えたら、要支援1の状態なのってことになっちゃいますよね。ではそれより1段階悪くなりました、要支援2の定義です。さっきの要支援1の状態から、手段的日常生活を行う能力がわずかに低下して、何らかの支援が必要となる状態。普段の生活にちょっと支援がいるよ。サービスを利用したら機能の維持改善が見込めるよという状況だと言われています。ではもう少しわかりやすいものを見てみましょう。要支援2の状態の目安。身だしなみや居室の掃除などの身の回りの世話に何らかの介助を必要とする。立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作に何らかの支えを必要とする。
さっきの要支援1は必要とする場合があるです。要支援2になるとずっと必要なんです。この色が変わっているところ、これ何かというと、さっきの部分から変わったところなんですね。妖怪ごとが1個上がるときに、どこが変更になったかっていうところを分かりやすく色を変えています。細かい部分、ちょっと文字をよく見たいなみたいな方は、動画を時々一時停止しながら読んでいただけると分かりやすいんじゃないでしょうか。次に、さっきなかったのが新たに追加になりました。歩行や両足での立位保持などの移動の動作に何らかの支えを必要とすることがある。要は手すりを使ったり杖を使ったりしないとよろめいてしまう。危ない場合があるよ。排泄や食事に関しては先ほどと一緒、自分でできるわけですね。これでもまた多くの高齢者が該当しそうな感じですよね。では次に一つ進んで、要介護1、介護が必要な状況になったらどうなのか。要介護1の定義。先ほどの要支援2の状態から、手段的日常生活を行う能力が一部低下し、部分的な介護が必要となる状態。介護というワードが出てきましたね。立ち上がりや歩行がやや不安定である。日常生活は概ね自立しているが、排泄やお風呂などに一部介助が必要という状況、こう言われています。やはり若干わかりづらいので、もう少しわかりやすいものを見てみましょう。要介護1の状態の目安。身だしなみや居室の掃除などの身の回りの世話に何らかの介助を必要とする。これさっきと一緒です。複雑な動作に何らかの支えを必要とする。これも変わらないですね。で移動の動作に支えが必要な場合があるよ。これも変わらない。排泄や食事はほとんど自分一人でできる。ここまで全て一緒なんです。何が変わるかというと、こちら。問題行動や理解低下が見られることがある。あれ？さっきの定義との間で若干のブレがあるぞと。お風呂とか、なんだかんだお世話しなきゃいけないんじゃないんですかって話なんですけども、この定義というものと目安というもの、実は結構違いがあったりするんですね。どちらを信じればいいのか若干悩ましいとこなんですが、なんでそんなおかしなことが起きてるかは、こちらの動画の最後の方でお話をしたいと思います。まあ、とにかくこの要支援2と要介護1の違い、目安の上では、いわゆる認知症があるかないかってところで判定が分かれることになっています。要介護認定調査で質問される項目、いろいろ計算していって、どれだけの介護が必要だという数字を弾いて、要介護度が決まってくるんですけども、要支援2と要介護1は、体とか心とかいろんなものの状況は原則同じことになってます。どこで差が分かれるかというと、認知症があるかないか、あるいは主治医の人がこの状態が長く続くよ、こう言うかどうかの違いだったりするんですね。その意味ではこの目安の方が正しいんじゃないかという気がしています。次に要介護2の定義。さっきの要介護1の状態に加えて、日常生活動作についても部分的な介護が必要となる。さっきまでは手段的、要はちょっとややこしい何か行動を起こすだけじゃなくて、作業をする、そうしたことに手伝いがいるよ、介護がいるよと状態だったけど、立ったり起きたりとか座ったりとか、そういった当たり前の行動をするのにもサポート、介護が必要になってきているという状況ですね。立ち上がりや歩行が自力では困難だ。排泄や入浴にも一部または全介助が必要だという状況です。これももう少しわかりやすいもの、要介護2の状態の目安。部屋の掃除などに関しては先ほどと変わりません。複雑な動作についても同様、移動の動作についても同様です。目安でさっきから変わったところで一番大きいのが、排泄や食事に何らかの介助を必要とすることがある。こちらでいくと全介助じゃなくて、ちょっと一部介助が必要な場合があるよということですね。で、問題行動や理解低下が見られることがある。やっぱり、要介護1よりも悪くなっているか、要介護2なわけですから、当然認知症もやってきているわけですね。やっぱり定義との間で若干のブレがあるように感じますよね。次に要介護3の定義。さっきの要介護2の状態と比較して、日常生活動作及び手段的生活動作の両方の観点からも著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる状態。要介護2までは比較で軽度と言われ方をします。要介護3になると一気にグッてこう介護のレベルが上がる、より複雑な、より重度な介護が必要な状況になってきます。ざっくりとイメージで言ったら、車椅子に乗ったままの状態の人と言えるんじゃないでしょうか。認知症で足腰が元気で動き回れる人って、基本的に要介護3になることって珍しいんですね。要介護2までで止まることが多いです。
要介護3と要介護2どこで違うかって言ったら、特別養護老人ホームというとても有名な公的な老人ホームに入る資格があるかないか、順番待ちの列に並ぶ資格があるかないか、そこで分かれるんですよ。認知症で元気いっぱいの人、どっかにこう徘徊でいなくなっちゃうような人、なかなか特別養護老人ホームに入りづらくて困ってる方、全国でもたくさんおられます。この要介護3になると立ち上がりや歩行が自力ではできない、排泄、入浴、衣服の着脱などにも全面的な介助が必要であるというふうにされています。こちらも分かりやすい目安の方を見ていきましょう。要介護3の状態の目安、身だしなみや個室の掃除などの身の回りの世話がこう変わってきましたね。さっきから自分一人でできない、複雑な動作が自分一人でできない、これもさっきからの差分ですね。そして移動の動作が自分でできないことがある、排泄が自分一人でできない、自分でトイレ入れて用足して戻ってきてができないわけですね。いくつかの問題行動や全般的な理解に低下が見られることがある、できないことが一気に増えちゃったわけですね。じゃあさらに段階が上がります。要介護4、要介護4の定義、要介護3の状態に加えてさらに動作能力が低下しました。介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態、もう普段の生活、日常生活の全般で能力の低下が見られ、排泄、入浴、衣服の着脱に全面的な介助、食事に一部介助が必要で、介護なしでは普段の生活、日常生活が困難である。わかりやすい方を見ましょうか。要介護4の状態の目安、身だしなみや居室の掃除などの身の回りの世話がほとんどできない、いやこれサポートを受けたところで、介助を受けたところでできないよって感じですね。立ち上がりや片足での立位保持など複雑な動作がほとんどできない、横からサポートしてもらってももう難しいよ。歩行や両足での立位保持などの移動の動作が自分一人でできない、車椅子を押さないと無理だよね。排泄がほとんどできない、トイレ連れて行ってもなかなか用足せなかったりするわけですね。多くの問題行動や全般的な理解の低下が見られることがある。認知症の度合いが進んでいて、日常会話を成立させることもなかなか難儀な状況になってますね。ここまで来るともうフルタイムで介護しなきゃいけない状態だということができると思います。さらに段階進みます。要介護5の定義。要介護4の状態よりさらに動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を行うことがほぼ不可能な状態、生活全般にわたり全面的な介助が必要、意思の伝達が困難、介護なしでは日常生活が不可能、こういったことを言われています。こちらもわかりやすい目安、要介護5の状態の目安、身だしなみや居室の掃除などの身の回りの世話ができない、サポート解除されようが何だろうがもうできないもんできないですね。複雑な動作もできない、移動の動作もできない、排泄や食事ができない、もう自分の口で何か食べることも非常に難しい状況になってきている。トイレに関してもおむつのお世話になったりとかしてるわけですね。で、認知症の度合い点は先ほど要介護4と基本変わらないとされていまして、まあ、いわゆる寝たきりで意思疎通も困難な状態であるということが言えます。で、先ほど言った定義と目安で、まあ、えらくばらつきがありますよねって、なんでそんなことが起きてるのか、定義も目安もどちらも厚生労働省が発表したもの、概要欄にも載せておきますけど、サイトにも掲載されてます、厚生労働省で。なんでそんなばらつきがあるんだろう、これには実はシンプルかつ残念な理由があったりするんですね。目安というのはあくまで目安でしかないんですね。実際の要介護度というのは訪問調査の際にいろんな質問をします。その質問は大きく5分野から成り立っていて、それらの回答内容によって基準時間、どの程度長い時間介護をしなきゃいけないかというものを計算するんです。その数値から要介護度っていうのは大体決まってくるわけですね。直接生活介助、間接生活介助、BPSD 関連行為、機能訓練関連行為、医療関連行為、こういった5つの軸になっています。で、定義とか目安っていうのは実はかなりアバウトなもんなんですよ。本当は全部数字ベースで細かくピシッと決まってるんだけど、それを分かりやすく人に伝えるために便宜的につけた表現なんです。そしてつけた時期とか人が違うので、そこに結構ブレがあったりする。そもそもなんですが、まあ、そこのブレ以上に個人の事情とか自治体の考え方などでも要介護度には結構な誤差がある、
ブレが出てくるのが実態のような気がするんですね。同じ状態の人が引っ越しをしたら妖怪ごとが軽くなった、重くなったなんて話は珍しいことじゃないんですよ。やはり大事なのは正しい妖怪ごとで認定されることだと思うんですね。正しい妖怪ごとで認定されてない、軽く出すぎると必要なサービスを安く使うことができない、必要以上に重たく認定されてしまうと、ちょっとサービス使うだけなのに1回あたりの単価がやたら高くなってしまう、問題があるわけですよ。そこで大切になってくるのが訪問調査、要介護認定の調査を受けるときにどんな準備をしておくのか、当日どんな対応するのかの2点になるわけです。こちらについては別の動画の方で詳しく解説しています。ぜひそちらも合わせてご覧ください。はい、今回の動画はいかがだったでしょうか。要介護度、段階ごとにグラデーションのように変化があることが分かっていただけたかと思います。そしてその定義とか目安とかいわゆるもの、実は意外に当てにならない、割と大雑把な目安だよっていう形で付けられているものであることも分かったかと思います。次回の動画では、その要介護度を調べてもらうために、決めてもらうために必要となる訪問調査、どんな質問をされるかについて詳しく見ていきたいと思います。ぜひまた次回もご覧ください。それではまた、ありがとうございました。この動画が参考になったらいいねやチャンネル登録をお願いします。また公式サイトには無料で役に立つ介護情報が満載、親ケアで検索してください。